こんにちは稲田に。今週は中川村土場のイチョウ並木を訪ねました。ここ土場の人たちが35年前に植えたそうです。綺麗ですね。6月イチョウ並木の草刈りの日です。この場所はもともと近くの発電所が所有する空き地でした。そこにみんなの憩いの広場を作ろうと土場地区の人たちが協力しておよそ30本のイチョウを植えました。秋になるとイチョウの紅葉を見に来る人や銀杏を拾う人たちでにぎわいます。今ではこのイチョウ並木は日本で最も美しい村連合に加盟している中川村を代表する風景の一つとして知られるようになりました。35年前に植えた連中がほぼ大体人生を卒業し過ぎしていく近くになってきてるわけですよ。立派なイチョウ並木になって人が大勢お見えになるようになって、この地域の人たちもみんな喜んでこの秋のシーズンを待ってますんで、よかったなと思ってます。剪定作業や銀杏の収穫など地域の人たちが35年もの間手間をかけてこのイチョウ並木を育ててきました。天竜川と中央アルプス、そしてイチョウ並木、みんなで作ったこの風景をこれからも大切にしていってほしいですね。会えてよかった。ふるさとの声が聞こえていますか？甲は